頑張りましょう。元気にしてます。元気ですね。ただ問題は薬だと思います。昨日私薬飲ませました。飲めました。今朝も飲んでるのか。今朝一回目なんです。うん、B は飲んでる。あ、まず。砂糖入れなかったね。美味しい？うん、ちょっと大きいですね。終わった。終わった。終わった。あ、あぶった。ペリカラメシついてる。おねで書いちゃダメだよ。わかった？どれから吸い取った？どれから吸い取った？なんでっていうの？あれ使ってた。昨日も空だった。うん、そう。何そんな気にするの？今までいたここの。わかるの？今までいたここの。はい。どうぞ。おしいしゅしゅしゅ。あ、昨日私忘れちゃった。あれ昨日渡さなかったっけ？ごめんなさい。私は渡してる。ちょっと。すいませんでした。だいたい温度は24度。痛い。痛い。エリコさん、シティ好き？シティ好き？ももちゃん舐めてたよ。あ、あらららら。すみません。ですね。新しいやつも渡せないの？F は5個ぐらいは出てた。でも1個がさ、この間の大きさですかね。今これ。そうです、ね、大体それぐらいね。私の私の。じゃあ、選んだ最初に3個飲んでるね。3個飲んだ。ただ、カルチュール姿飲んでる姿は残念ながら見ないんですけど。体重がね、朝日が3日、だから2を食べてくれる。で、まあ、これ。もう一度誰見たい。あー、気持ちいい。あー、気持ちいい。チョコ、あー、ごわごわ。あー、ごわごわ、気持ちいいね。好きなんだね。で、例えばこれ、L が入ってるのこれ、液体が入ってる。伸びちゃう。で、G はガス。この辺が、ガス、セクトガスが入ってるじゃん。ね、違う。それ今は、その温度下がってます。これ、これ、これ。まあ、これは何ですか？何事な？うん。で、ここの、そこの紙してた？シーズンです。あれ？ここはやっぱ狭いっていうか、ちょっとあれでかい。すごい突っ込んでます。あ、今日温度についてました。部屋が混んでました。部屋の中いつも手間になるんですけど、忘れちゃいそう。部屋通ることがいつまで来ちゃったり、でもまあ、泣いてたから、うん、まあ、こんな足でよう捕まってられるなと思って、今のおっしゃるサイズルっていうのはとっても大事なサインでね。あー、そうです。そういう省略だとサイズルになりますから、だから、包丁させていいですよね。すごい出たがってるの。包丁さ、どうしても狭いところにいるからさ、包丁させてください。で、まあ、そう長い時間は包丁する。それだと日光浴をしてますよ。そうですね。で、日光浴は。よし。
踊りますか。でそれからだんだん長くして5分から10分から牛乳作って。でも寒かったらもうだから、ね、体膨らませてたらもうすぐ下げてほしいんです。下げてほしいんです。おーら。はい、じゃあ今日はこんな感じです。こまちゃんびっくり。お水が。ごめんごめん。びっくりだったね。